こんにちは、速稼塾の皆さん、そして YouTube をされている方、FX をされている方、その他ね、ビジネスや投資をされている方、健康法に興味がある方、こういう方はね、ぜひね、この始業師さんの動画を見ていただきたいと思うんですよ。始業師さんの動画っていうのは、私の動画説明欄にいつものように貼っておきますので、こちらの方からね、再生して、チャンネル登録をしていただきたいんですけども、この方がですね、まず FX いきましょうか。FX は11月、12月とプラスに転じたということで、これなかなかね、素晴らしいことだと思います。まあ、それまではすごく勉強していて、で手法をね、11月12月と試すとプラスになったよってことで一つ大きな実績を上げたと思うんですよ。その他ですね、 YouTube もどんどんアップロードしてますんで、皆さんもね負けないように YouTube これから花盛りですからね。2020年に YouTube のこの京都法を気づかないともうきつくなりますからね。投稿者どんどん増えていくのが今年がものすごい一番大きいです。今まで史上一番多いと思いますんで、競争に負けないようにしていただきたいと思います。そしてですね、始業師さんなんですけども、健康について本も出すぐらいかなりね熟知しておられますので、健康に関することってのは皆さんね関心が深いところだと思いますんで、特にね40代を過ぎたら健康って壊しやすいんですよ。ぜひね、この始業師さんはキックボクシングもするぐらいね、それからバランスボールも乗ったりとかね、本当タフガイそのものでございます。それからね、結構ね爽やかで喋りも上手なんですよ。 YouTube に関しましては参考になることが多いと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。いろいろと申し上げましたけども、始業師さんの最近のねすごく人の役に立ってよかったなっていう気づきっていうのは、自分の体が結構自由なんで、自由な時間を持ってるんで、アルバイトとかねお仕事でドタキャンっていうかね、急に休みたいよって人のために代わってあげるよっていうことができるんですよね。これ素晴らしいことだと思いませんか。でこういうことを繰り返していくと信用も生まれるし、恩も売ることができるんですよね。そうなると、始業師さんはなんでそういうふうに体自由なんですかって聞かれる瞬間が必ずあるんですよ。その時に、いや僕は自宅でねこういうふうな YouTube を使ったビジネスやってるんで、そこから収入があるんですよっていうふうにね、セールスができるんですよ。これセールスですからね。そういうふうにしてフックをかけると、僕にもできるかなとか、そういう暮らし憧れますっていうところから顧客っていうの生まれてくるんですよ。自分の熟成っていうの生まれてくるんですよ。皆さんも覚えがあると思いますけども、そういうことなんですよね。そういうふうに動線を張っていくために、リアルな仕事をやってる人ってのは結構ね、部屋にこもってネットビジネスばっかりやってる人よりはむちゃくちゃ有利なんですよ。ぜひこういった世の中のつながりをねなくさないようにしていただきたいと思いますし、世の中のつながりとか会社とかアルバイトに行ってるのが有利だと思えるようなね、そんなネットビジネスの始め方をしていただければいいんじゃないかなと思います。その他ですね、ちょっとお話しすることが結構あったんですけども、まあでもこんくらいにしときましょうかね。しぎょうさんの動画ぜひねご覧になってください。しぎょうさん、限定公開を解いてね一般公開にして、どんどんこれから YouTube 活動一緒にやっていきましょう。それからいろんな提案があると思いますので、私でできることでしたらすぐにね対応させていただきますのでご相談ください。速稼塾のね塾費用のお振り込み10年計画の方もありがとうございます。10年間、そして10年間以上しぎょうさんとねこうやってお付き合いができるのかなと思うと非常に嬉しいです。本当にありがとうございます。これからもね頑張っていきましょう。では失礼します。